ドリームチェイサーです。今回はこちら、ビックリ卵デラックスのアンパンマン。そして、見つけたのバスボール3。トイストーリーのバスボール。こちら、一緒に見ていきたいと思います。はい、まずは、最新のこちらから紹介していきましょう。見つけたのお風呂で遊ぼうバスボール3。はい、ドコラショ3兄弟がラインナップされています。立体マスコットラインナップは全部で7種。コッシー、サボさん、オフロスキー、チョコン、ドッチ、コラジ、肖像。はい。この前、こちらのコラジが来てくれたので、ドコラショ3兄弟も集めたいなと思っていますし、今回のコッシーやサボさん、オフロスキー、こうネクタイしててとても可愛いんですよね。パーティースタイルで。こちらも見たいなと思っています。マスカットの香り。なので、黄緑かな。こんな感じの入浴剤。ひびは入ってないですね。じゃあ開けても大丈夫。続いてはこちら行きましょう。トイストーリーのバスボール。ヴィレッジヴァンガードで見つけました。なんかちょっと昔のやつかな。ソルティーソーダの香りです。これ中のマスコットがめっちゃ可愛かったので、ついつい手に取ってしまいました。ウッディ、ジェシー、バズ、ポテトヘッド、とスリンキーの5種類のいずれか1つが出てきます。来るとこんな音がしてます。でもね、今回コロッとした感じなので誰が入ってるか全然わかんない。そしてこれじゃあ切れなかったっていうね、開かなかったし。はい、お、綺麗な水色。ラストはビックラ卵デラックスです。ウキウキお店屋さんかのアンパンマン。全4種類カモミールの香り、黄色の入浴剤が入っています。中から出てくるのはこちら、アンパンマン&お店屋さんかパン屋さん、バイキンマン&お店屋さんかおもちゃ屋さん、トキンちゃん&お店屋さんかお花屋さん、そしてコキンちゃんとお店屋さんかケーキ屋さんになっています。これね、結構ねしっかりしたのが出てくるので、今回も誰が出てきているか楽しみ。さあ見ていきましょう。ゴローン、超でっかい。はい、ビックラ卵と同じなのでね、取り外すのは楽ちんなんですけど、大きさが全然違います。はい、普通のね、ビックラ卵、こちらのバスボールと同じくらいの大きさなんですけど、こんなに違う。さあ、中から出てくるマスコットの大きさとも比べてみましょう。はい、ではこちらの3つ、一気にお湯の中に入れていきます。はい、ではいきます。せーの、ドボン。あ、3つ一緒に入れちゃった。やばいかも。溢れる。これはやばい。そうだそうだ、あ、そうだよね、ビックラ卵をデラックス入れてちょっとしてから入れるんだった。やばい、忘れてた。やばい、溢れる。下にタオルは引いてるけれど、これは溢れコースです。じわ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 。まあまあ、タオル敷いててよかった。音はいい音してるし、すごいもっこもっこの泡がね、気持ちいいぐらいね垂れてきてるんだけど。いやー、やってしまった。あふれるね、もくもくもく。いろんなとこからあふれてる。ほら、あ、こっちの泡の方が細かいね。場所によって泡の大きさも全然違う。香り、ソーダの香りがすごく甘くていい感じの香りに。あ、これはマスカットの香りのおかげかな？甘い感じ。あんまりカモミールの香りはしないですね。一番大きいのアンパンマンなのに。
すごーい。いい匂い。泡を割るのも楽しかったりね。だんだんはもう落ち着いてきました。もう大丈夫かな。ここからコロンと出てきてるのは、これはトイストーリーですね。さあこれで中身が何か分かった人いるかな。え、なんか茶色、肌色っぽい色が見えた気がするけど、誰だ。このシルエットはもう分かったかな。スリンキー。はい、密閉されたカプセルなんですね。中のマスコットが汚れず綺麗なまま。あ、これは可愛い。これなんかいっぱい並べたい、揃えたいですね。めちゃくちゃ可愛い。胴がもうちょっと長いかなと思ったんですが、ここはね、スプリングがしっかりキュッとなっていて短め。でも顔がすごく可愛くっていいと思います。スリンキー。はい、続いて。はい、次に出てくるのはどこかな？ここら辺？もうなんか時計切ったっぽいような。なんか出てきてる。これデラックスだね。デラックス、これこの方向からじゃ誰が出てきたかわかんないかな。あ、でも反対側は赤だっていうことはですね。じゃその前に、あ、見つけたのバスボール見ていきましょう。今日はどこらじょ三兄弟じゃありません。さあ誰かな。あ、オフロスキーだー。すごーい、やったね、かわいい。はい、ということで今回はオフロスキーが出てきました。かわいい。このね、着ぐるみみたいな感じのも可愛く作られてます。いいですね、表情とかもバランスよく、はい、いい感じに作られてます。コシやサボさんと一緒に並べていきましょう。はい、そして程よいタイミングで後ろ出てきました。今回いいタイミングで出てきてくれてますね、ビックラ卵デラックス。もういいよね。あ、中はまだ全然濡れてない、すごい、これはすごいね。周りのところはちょっとこうゆすいであげると取れるかな。はい、アンパンマンとお店屋さんか。アンパンマンは何でしたっけ？パン屋さんでしたっけ？中身を見てみましょう。じゃじゃん。はい、ベーカリーって書いてますね。パン屋さん、おー！ジャムおじさんのパン工場みたいな感じになってる。で、手前にパンの絵がいっぱいありますね。はい、ということで今回はアンパンマンが来ました。結構顔大きいんですね。はい、今回のアンパンマンとオフロスキー比べてみると、確かに人形自体の存在感も全然違います。でかいね、アンパンマン。もうアンパンチされたら吹っ飛んじゃいそう。スリンキーと比べてもこんな感じ。はい、というわけで今回はビックラ玉はデラックスアンパンマンウキウキお店屋さんカーと、見つけたお風呂で遊ぼうバスボール3、トイストーリーのバスボール、こちらを一緒に紹介しました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。